お料理配信です。やだ、その今日はお料理をします。じゃーん。使っていくもの、まず準備したいと思います。ですね、鍋2つ使っていきます。いきなり始めちゃった。ちょっと準備しますね。いろいろ使うものがたくさんありますので、6時からって言ったので、もう6時ですよね。今何時だ ?6 時だよね。ちょっと早めに始めちゃった。お料理選抜配信が5時からスタートしました。私もちょっと今日はお料理配信をします。皆さん今何してるんですか？シキーン、シキンシャキーン。今日いろいろ使っていくものはですね、人参とか、まああの、あ、やばい、冷蔵庫開けないといけなくなっちゃった。え、ねえねえ待って、見えてる？やだ恥ずかしい。ここ見ないでください。ちょっと見ないで、あんまりここら辺あんま背景は気にしないでください。人参って何本使う？1本入れちゃう？いっか、1本入れよう。私人参あんま好きじゃないってことに気づきまして、なんかさ、人参ってさ、めっちゃ人参の味しない？なんかどう頑張っても人参って味殺せないよね。そう、あとね、そう、最悪なことがありまして、なんかピーラーがどっか行っちゃったの。私さ、ピーラーがないとね、皮むけないタイプで、いや、むけるんだけど、ピーラーがないとダメなんです。これやばい、割れそう、破けそう、破けそうじゃない、いけそう。ではまずちょっといろいろ何が必要かだけ。今日はですね、中華スープを作りたいと思います。イエーイ。で、このさ、椎茸って洗わなくていいんだっけ？ね、椎茸って洗いますか？皆さん教えてください。椎茸って洗う？な、あの、いつもしめじと舞茸は洗ってないんだけど、なんか舞茸の裏になんか色がついてる。これ何？なんかつけたでしょ。うえ、なんかベットベトしてる。
今はですねデトックス、デトックスなのでキノコをとにかくたくさん入れるっていうやつです。あの舞茸は舞茸じゃないや、舞茸じゃなくてあのキノコ類は洗わなくていいって聞いたんで、じゃあとりあえず手元がね今回も映らないという感じなんですけど、まこんな感じで舞茸をまず、舞茸じゃない、椎茸じゃない、えのきじゃない、しめじをこうやってほぐしていきます。キノコは洗わなくていい、椎茸は別にどっちでもいいのか、じゃあ一応洗おう。まあ洗わなくてもいいんだけどね、なんとなく、なんとなくね。もうねいろいろさっきメンバーの配信見てたらやっぱもう5時からみんなスタートさせてますね。え、この鍋で足りんのかな。はい、こんな感じでじゃーん。まずしめじ、しめじじゃない、えのき、えのきも切っていきます。じゃーん。ねえほんと見ないで、山積みのフルーツ恥ずかしい。はい、これはこんな感じです。これはあの半分に切ります。こう映んないので私はこう、はい切った。そう映んないんですよね、料理配信ってむずいよね。こんな感じで、そしたら辺をほぐしていきます。とにかくデトックススープ、あっ、いいか、とにかくデトックススープを作っていきます。はい、はい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 よ。まあまだねあの何も切ってないっていう。そしたら椎茸は、え、椎茸ってさどうやって切るの。椎茸を入れたことがないです。まあいいか、一回ちょっと揺すぎます。これはここの部分って切りますか、これ捨てる、これってこうやって捨てんのかな、これって捨てますか、このなんかあの足みたいなやつ、これどうやって切るんだろう。このままボンって入れるわけないよね、まあ、適当に切っていこう。あ、分かった分かった、危ない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 、ちょ、分かんないけどこんな感じ。あ、下も入れる、分かった、皆さんこれ今何してるんですか、この時間暇ですか。暇だったらあのぜひあの私聞くので教えてください、どうしたらいいか。あ、これこの切り方で合ってるのかな、いいか、なんかいいや、足いらない、捨てよう。あの椎茸は2個だけでいいって言ってました。はい、完成。そしたら人参を、人参はこれぐらいでいいか、人参を切っていきます。私さ人参の切り方さ、人参の皮の剥き方がさこうやって切るんですよ、こうやって、これマジでおすすめです、このピーラーみたいな剥き方、こうやって、
やってあのピーラーみたいにシュッシュッシュッってめっちゃ切れるよ。めちゃめちゃいつもはこんなにあのあれじゃない、こうやって人参の剥き方だけね、だけね、こういうこれ本当おすすめです、この剥き方。多分一緒にご飯作ってる方も中にはいるんじゃないでしょうか。ぜひ一緒にご飯作りましょう。ピーラーがないとね、私がそのピーラーがなくて悩んでた時にあのこの切り方を編み出しました。めちゃくちゃ床がさ、人参の皮だらけ、危なっ。はいはいはい、いいですよ今のところ、今のところ。人参の皮が剥けました。じゃあピーラーがないの、買ってないの、そうシンプルにないだけ、どっか行っちゃったのよ。でお母さんはピーラー使わないからさ、私だけ使うんですよ。私は結構人参はデカめが好きなので、このなんか扇形で切っていきます。切るのはめっちゃうまいんですよ、音聞いててね。ほら上手でしょ。こんな感じです。まあ今日はね、私本当に料理できるんで、今日も実は朝から魚さばいてたんですよ。両親が漁師なので朝から魚をさばいてました。今日は3枚おろしぐらいにしておきました。今日はね、よし、はい、こんな感じで。そしたら今度はネギです。ネギ、ネギはどれぐらい入れよう。ネギは一応洗う。はい、ネギは2、3センチぐらいの長さに切ります。これぐらい、これぐらい、少ないな、ちょっと。4個追加。そしたら、ニラ、ニラを使います。ニラは私結構好きなので、ニラはね
ニラはどれぐらい？ニラってどれぐらい入れる？あ、15分経過、ありがとうございます。半分ぐらい入れようか。半分ぐらいニラを入れます。ニラもちょっと洗います。ねえ、今日さ、普通にさ、歩いてたらさ、めっちゃちっちゃい虫が飛んでんので、別に飛んでんのは全然いいんですよ、外だからね。だけどなんかめっちゃ目に入って、なんか目にめっちゃ入ってきたの今日、虫が。マジで危なかった。目の中で死なれてもって感じ。本当に嫌です。もう野菜切ってさ、茹でたら終わりなんだけど。今日は中華スープを作ってます。デトックスね、ちなみに。まあでも切って、いや美味しいんだってこれが。でここでですね、なんとお鍋に、はい、料理っぽくなってくるよ。ここからですね、このちっちゃい、これに、これなんだ、ちっちゃい夜間じゃない、ちっちゃいやつにお水を入れます。なんだっけこれ、鍋、ちっちゃいお鍋にお水を張ります。で沸騰させます。沸騰させます。でも使わないやつは、沸騰させます。まずでここでね、ポイントなんですけど、料理作ってる時はこうまな板付近が汚くなる、汚れるっていうか、いっぱいになるじゃないですか。だからそういう時はもう使わなくなった野菜たちを冷蔵庫に戻します。でちょっとまだもう一個あるんですよね、白菜を入れないと。白菜は、あ、こっちにもお水を入れないと。ここに、はい、今日のスープ、お水を、水を張ります。あ、これなんていうんだろう、善次郎さん、タコちゃん、ありがとうございます。皆さん、推し活イベントも並行されてやってるっぽいので、マッチありがとう、タコちゃん。あ、重たい、重たくてやばい。どれぐらいだろうな、鍋、水、まあ1400ぐらい入れます。でもここも鍋は沸騰させておきましょう。はい、だら、そしたらじゃあもう白菜はね、こちら切って、え、推しギフトないの？え、推しギフト終わった？推しギフト終わりました？これさ、どうやって切る？これさ、私さ、あれなんですよね、虫がたまに出てくるじゃん、白菜から。これ真ん中かな、こうやっていきますね。
こんな感じです。でもこれはもう冷蔵庫しまいます。でこれはこういうねザルに入れて洗います。そっか違うのか。あ、そう、そうだ、あ、ちょっと待って、少ないかな、これだけじゃ。白菜少ないかもしれない。あ、なんだ、できないの。そしたらまず虫がいないか確認します。一枚一枚こうやってこうやってめくってね。まずそしたら、はい、この春雨を、春雨です、皆さん見てますか、春雨を今沸騰してるちっちゃいお鍋に入れます。これをこの中にこうやって、で1分間、茹でます。菜箸を使って、あ、菜箸は私あのたまにこういう色が違うやつをあの取っちゃいます。まあ使えればいいんです、使えれば。で1分ぐらい、柔らかくします。春雨をなんていうの、これ下茹で、下茹でさせます。そうしてる間にこの白菜を切っていきたいと思います。白菜を切ってこのまな板の横っちょに置いておきます。で白菜見てたらすごいサムギョプサル食べたくなっちゃう。昔白菜とレタスの区別が全然つかなかった。レタスとキャベツか、白菜はつくか。おーおお、すごい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 。別に切んなくてもなんかちぎったりとかしてもいいんだけど。はい、そんな感じで。ではそろそろ野菜もこんな感じで切れました。じゃーん、野菜切れましたので鍋に投入していきたいと思います。沸騰してないけど、まあいきます。うわぁ、ちょ待って、めちゃめちゃ溢れてる。はい、全部入れました。そしたらちょっといい感じ。え、待って、これ合ってるよね。まあ合ってないわけないか。でこんな感じで入れていきます。そしたら白菜も投入しまーす。ね、大丈夫そう。はい、白菜、パンパンなんだけど。ちょっと待って、なんかミルフィーユ鍋みたいになっちゃった。あ、はい、そしたらですね、はい、この茹でたやつをこの今のザルに揚げ直します。そしたらこれは後で使います。ここに今入れた、さっき下茹でしたあれが入ってます。はい、ミルフィーユ鍋みたいになっちゃってるよ。
え、見る？てかちょっと見てほしい。いくよ、いきます、じゃーん、見て、やばくない？こんな感じです。ちょっと大変です。すごいでしょ。あ、ねえ、すごい、9位だって。あ、待って、10位だ。あ、すごいすごい。ちょっと私今回ちゃんと8位以内に入りたいと考えています。でもほら、いい感じ、茹でていくといい具合になります。あ、美味しそうだよ。もうすでに美味しそう。で、これでちょっと、はい、無事に入りました。無事に絶対ここ隠れてさ、洗い物してたら絶対にバンされる。洗い物は後ででいいか。本来ならここで煮込んでる時に洗い物とかをするといい女になります。時間をね、余った時間を。私でもこれ春雨入れるの忘れそうで怖い。ちょっと時間があるのでお鍋に蓋をします。これで合ってんのか、あ、ちょっとちっちゃいな、まあいいか。お鍋に、はい、蓋をしました。あとはあの料理しながら洗い物はポイント高いです。え、そうだよね。まあそれがね、私いつもやってるんですけどね。はい。皆さん星投げとカウントお願いします。ポイント高いでしょ。今やった、今洗い物したら私が画面から消えるということになるので、あのバーン対応になってしまうので、はい、できません。ハリーさん、ハートいっぱいありがとう。今日ね、薄メイク、めちゃめちゃ薄メイクメイクしてます。うっ、怖っ。一応メイクしてます。こういうのってさ、髪の毛結んだ方が燃えるんですかね。どうなんだろう。邪魔じゃないか。いっか。あら、あ、やばい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 。溢れてきてます。来ました。どうしたんですか。ご飯はまだです。ご飯は待ってください。これアクを取っていきます。そろそろ
クが出てくるのでアクを取っていきます。かわいい、あなたかわいい。お腹すいた。まだ7時じゃないです。7時じゃないです。まだ来たな。かわいいでしょ。かわいい。何してなさい。そこにいてもいいですよ。え、なんか火が強い。ではアクを取っていきます。今回のイベントはどんなに料理頑張っても結局人気投票になってしまうのかな。そうですね、あのギフトの数になってしまいますね。はい、どんなに料理してもどんなに料理しなくてもそういうことです。でも私はあの皆さんに楽しんでいただくために、そしてイベントをあの頑張るというか楽しみながら頑張るためにあのお料理してます。まあ、結局はさ、選挙とかもそうじゃん。こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、まあ、そういう世界なんでね。え、まさかアク取り。え、舐めないでください。私料理できるんで。だから言ったでしょ、魚もさばけるってね。昨日伏線張ったじゃないですか。ちゃんと私は普段から料理してるんです。してない風に見えるかもしれないけど。でもさ、なんかさ、めちゃくちゃさ沸騰させるとアクって消えるよね。今ちょっとね、小火ぐらいにしてます。昨日はなんか、昨日私作ってないんですけど、デトックススープみたいなの作りました。なんだかんだで湯本さんの料理の実力はかなりのものだと思います。だってわあ嬉しい、やったー。今度また料理配信企画で何作ろうかな。今度スイーツ作ろうかな。昼ぐらいに、お昼ぐらい、平日の昼間ぐらいに、あの月火はお仕事なんで、水曜日あたり、水曜日とかにちょっと、水曜日が確か6時、5時59分かな、5時59分までなんですよ、イベント自体が。なので水曜日の昼間ぐらいにあのスイーツ作る配信しようと思います。何がいいかな。なんか最近ケーキ系作ってないから、ケーキ系か、まあ、ケーキ系かって言ってもめちゃくちゃ簡単なあれですね、なんだっけ、あの私が好きなミルクレープとか。そういうのぐらいしか作れない。あのなんかさ、オーブンとか使っちゃうとさ結構時間かかるんですよ。あ、19時59分か。でも結局平日のその時間はね、キッチンが慌ただしくなるので、あの暇な、え、待って、水曜日、ちょ待って、水曜日は母がいそうな気がするので、わかんない、待って、わかんない、聞いてみよう。
次回はマグロ解体配信。いいですよ。いや、いいよ、やってもいいんですよ皆さん。でも私のこと本当に本気で呼びにしたい気持ちが溢れちゃうので、それはさすがにやめておきますね。マグロの三枚おろしとかはさすがにね、いい女すぎるから。ちょっとそこはねやめておきますわ。魚の砂漠は。今アクを取ってます。いや、もう30分経ってる。早い。昨日の伏線長いのコントみたいなもんじゃん。いや、何言ってんの。ミルクレープ作ろうかな。お母さんとコラボ配信はありません。ないです。ミルクレープって美味しいよね。まあ、季節的にいちごがさ、まだじゃん。これいちごとかがあったら、いちごとバナナのミルクレープとか作れるんですけど、今さ、今の季節的にやっぱバナナしか無理じゃん。バナナしか無理ですよね、正直。正直バナナしか無理なんですよ。あ、そう、私さっきまでシスター見てました。シスター、あ、ちょっと待ってて。シスターを見たんです。シスターめっちゃ怖いけど、なんかやっぱ動き出してきましたね。あのお姉ちゃんとさ、あのコウタくんのさ、企み方がやばいよね。やっぱなんかもう先が見えてきたよね。結局あのやっぱその妹の初恋の人と絶対あれゴールインするよね。結局なんかハッピーエンドで終わりそう。あれハッピーエンドでもないけど、そこに行き着くまでハッピーエンドじゃないけど、怖いよね。料理しながらは座ってよりハード。え、そうだよ。だって料理しながら私の配信も見てってことでしょ。何作ってるの逆に。今どの段階。え、今はなんか、あ、何の話。どっち。シスターの話、私の料理の話。私の料理は今あのアクを取ってるところです。ドラマの方はだんだんお姉ちゃんが企んできた、来てることとかがこう妹にバレ始めてる瞬間、なんかあの妹さえなければいいのにみたいなノートを妹が見つけちゃって、めっちゃ面白いよね。あの記憶喪失っていうのもあれもやらせじゃん。すごいよね。まさこべやたこちゃんありがとう。皆さん今日の夕飯は何ですか。
日記もわざとなのかと。逆に。あ、そうだよね、だって落としやすい場所に置いてあったもんね。確かに。でも5年も前からやってるってことでしょうね。相当5年前から伏線張ってんの超怖くない？嫌いな人にさ、わざわざめちゃくちゃ仲良く優しくしてたってことでしょ。超怖いじゃん。これもういいかな、どれぐらいだろうと。ちょっと人参を、5分ぐらい煮込んでみましょう。5分もないか、いい具合。ちょっと一瞬皆さん、あのちょっと冷蔵庫を開けたいので、どうしたらいい？冷蔵庫開けるので待っててください。これ見えない？見えてないですか？塩がない。塩あった。 OK、 ではちょっと味付けをしていきます。スープもういい感じなので、お野菜が。野菜もすごくいい感じです。あ、皆さん見ますか？見ますか？まだ？なんて？よいしょ。じゃん。こんな感じです。あ、危ない！ちょっと待って。携帯が落ちたらどうしよう。じゃん。こんな感じ。携帯落ちたら私もう終わったよ。こんな感じ。中華スープ、こんな感じです。結構ブクブクしてますね。はい、では今から味付けをしていきます。はい、まずは皆さん、中華スープといえば何ですか？中華スープといえば、中華スープといえば、中華スープといえば何ですか？え、火強すぎ？全然。消費。中華スープの味付けといえば、ウェイパーを入れていきます。え、これってさ、反則？え、全然反則じゃないよね。ウェイパー入れるのとか反則だよとか言う人いる？いない？味薄いんだよね。あんま味入れすぎたのちょっとあれだけど。そう、万能だよねこれ。天才。
もう完成しちゃいますよ。めっちゃいい匂いする、やばい。あ、そうだ、春雨も入れます。めちゃくちゃ小火で。そしたらまず塩を入れます。そして胡椒も入れます。ちょ、これは見た目じゃないや、あの目安。味を確認します。めっちゃいい感じ。あ、危ない。ではちょっと味を味見します。薄いです。とってもとってもじゃない、ちょ8割ぐらい。ちょい薄いですね。ちょウィッパーをもうちょっと入れて、塩、胡椒。いや、かなり薄いわけではないです、ちょっとね。そしたらはい、もう春雨を入れます。じゃん、すごい固まっちゃってる春雨が。やばい、美味しそう。で、またこれでもし味がちょっと濃かったりしたら、全然水を足せばいいだけの話なので大丈夫です。全然余裕です。もう月火の公演が楽しくて、楽しみすぎてやばい。これで味が OK だったらもう完成です。ではちょっと味見をまたしていきます。お犬様がもう一匹来られました。しまうよ、このまま私が消えたって、それでも構わない。そう、味味見します。おいしい。え、待って、天才。え、薄いかな、ね、分かんなくなってきた。塩ちょっと入れよう。
え、わかんなくなってきちゃった。薄いかな。でもさ、煮詰まったら結構濃くなるよね。まあいいとしましょう。完成しました。中華スープ、野菜の味出てくるから薄めで OK でしょ。だよね。完成しました。じゃあ皆さんにまたお披露目させます。じゃーん。中華スープ完成しました。ちゃんとさっき茹でた春雨も一応入ってます。え、めっちゃ曇ってる、やばい。じゃーん、じゃ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 ーん。どうですか、手際良かったでしょ。熱っ、超熱い。完成。あっ、熱々ですよ。じゃじゃじゃん。ではちょっと冷蔵庫にウェイパーをしまいます。ねえ、バンされた、やだ。え、バンされた、バンされた、絶対バンされた。ねえねえ、バンされた。ねえ、絶対バンされた。ごめんなさい。なんで？なんでバンされたの？なんで？何が映った？なんで？ねえ、怖い。バンされた。なんで？なんでですか？これがいけなかった？ティッシュがいけない？夏。汗かいた、暑いんですけど。だって冷蔵庫開けたらさ、なんでですか、冷蔵庫の中見せた方がバンでしょ。おいおいおい。なんで。ねえ、うまいこと言うな、晩ご飯って。晩ご飯完成です。ねえ、なんで、人生2回目のバン。なんで、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 何がいけなかったの。変な汗かくからやめてください。何かが映りましたか。あ、絶対こうやってやってたからじゃない。だって冷蔵庫が中見えた方が嫌でしょ。ねえ、やだ、熱い。変な汗かいちゃった、熱い。バンなんですけど、なんでですか。もう、じゃあ今から洗い物しますよ。絶対次もバンされる。やだ、もう本当に。あ、でもできたので、ちょっと一回バンしないでください。ねえねえ、規制強くないですか。ちっちゃいぐらい洗わせてくださいよ。ねえ、なんで。ねえ、なんでだろう。あ、ちょっと待って、一回ちょっと LINE 見るわ。 LINE、 熱。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。熱い、ごめんなさい。めちゃくちゃバンされました、ごめんなさい。熱い、変な汗かいた。すいません。原因復活、あ、原因は、はい、わかりました。3人のマネージャーさんから連絡が来ました。ごめんなさい、すいません。わかんない、言っていいかわかんないけど、なんかダメなものが映り込んでたみたいなのでバンされました。申し訳ございません、すいませんでした。ショールームさん、マネージャーさん。いけないものが映ってました。
暑すぎる。暑いよ、暑すぎ、やばい。変なものが映ってたのですいません、ごめんなさい。暑すぎ、暑いです。ちょっとはい、無事にご飯は作れました。ちょうど1時間1時間です、ちょうど。はい、じゃあ、あれしますね。え、これどうしようか。一回さ、終わった方がいいのかな。これどうしたらいいですか。立って食べたらさ、さすがにやばいよね。椅子を持ってこようか。ですか。こうやってやったらさ、一応座ってるから。あどうしたらいい。一回じゃあ場所移動しよっか。星集めの時間はどれぐらい開けた方がいいの。どれぐらい開けた方がいいですか。30分ぐらい。30分ぐらい開けた方がいいですか。もう汗かいたから暑いよ。30分ぐらい開けた方がいいですか。16分に解除。あ、15分とかいいのか。あ、じゃあ分かった。一回じゃあ終わりますね。で、その次の時に、ちょっと今バタバタしてるので、次の時にお礼させてください。わっち、ありがとう。頑張ったタワー、ありがとう。とスクショしておこう。わたさん、ありがとうございます。あられんれさん、くまちゃん、ありがとう。えなさん、ありがとうございます。ちょっと一回、あと30分後ぐらいにまたスタートさせますね。ではランキングを読みます。13位フリスクさん、12位新潟のひろきさん、11位よもさん、10位えなさん、9位ネギトロマキさん、8位タクトさん、7位あられんれ、6位さん、善次郎さん、5位山形かかしさん、4位まさこびゃ、3位わたさん、2位ハリーの動画、1位わっちー、ありがとうございます。じゃあ30分ぐらい空けて、次はご飯を食べる配信をしたいと思います。ありがとうございます。すいません、バッタバタで。はい、じゃあまた後ほど。ありがとうございました。ちょうど1時間。バイバーイ。また後ですぐ。